こんにちは誠ねいいんじゃないですか言葉を成すことがまことと言いますけども言葉っていうのはそもそも心にあることを示してるそうなんですよだから思ってることをそのまま成し遂げると、まあ、誠実であるとかねまことであるっていうふうな感じに繋がるのかなと思いますうまいことできてますね日本の漢字っていうのはおそらくこれ中国の漢字よりもうまくできてると思うんですよで中国の漢字ってなんかこうごちゃごちゃしててね画数が多くって嫌になっちゃいますよね とということで、ね、今回は「独立独歩の「独」ということでお話ししていこうと思うんですけどもあの多分吉谷さんも私もねあの独自なんですよねかなりかなりいろんなところで独自でそれが自分の生活を支えるほどにはなっていると思うんですよ。独自であっても人に共感を呼ばないとかね人がなんか学び気づきがないそういうような独自っていうのはまあなんか消えていくっていうかね ノイズになっていくのかなと思うんですよだから何でもかんでも独自がいいってわけじゃないんですよね独立ドップを自分でやっているっていうのは根底にあるんですけどもでもこうやってマーケットを見ていると YouTube もそうですし他のこともそうなんですけども結局はね真似事でありトレンドに乗りすぎているんですよねみんなで同じようなことやってるんですよせっかく独自の路線が歩めるインターネットって世界に来て みんなどはやってるんだろうか今流行ってるものは何なんだろうかってリサーチするがゆえに独自じゃなくてその流行りのものに寄せていきすぎてだから動画編集もまあみんな同じ音みんな同じテロップみんな同じカラーリングみんな同じサムネイルですよねでそこではあのいい言い方をすればね同じだからこそ個性が際立つ人が残るっていう言い方もあるんですよ中田敦彦の YouTube 大学ってありますけども似たようなやつは全然受けないんですよね でも結局同じような編集同じようなテロップ同じような効果音でやってるんですよね。だからなんかね、あのー、逆にテロップなしとかね逆に画像なしとかね音声だけとか逆に都市伝説に集中してやっていくとかね逆に中田彦の YouTube 大学全部叩いていくとかねなんかそういう独自路線に振ると まあ独自路線とも言えないですよねそういうのありますからね今までもね、うんまあ、言いたいことっていうのはあの誰かに学ぶことは必要なんですけどもまあ難しい昔から言うね主張ってやつですか基礎は学ぶけどもあとは自分で作っていかないと永遠に過動競争であの他と同じじゃない他と同じように見えるっていうふうな評価はずっとついて回るわけなんですよでもちろんそれでも他と同じように見えていても自分の目的が達成されてればいいんですよ 特に自分の目標としている稼ぎができてるよってことだったらビジネスはそれで OK なんですよね。何もね、100億円稼がないとビジネスは成功とは言えないわけじゃなくて、それこそ自分の人生が賄えればいいわけなんで、せいぜい5億円ぐらいでしょ。5億円っていうのは別にこう、無理な話じゃないんだよね、全然ね。うん。だから、まあ、せいぜい5億円ぐらい稼げればいいんじゃないかなと。思いますよね。うん。これ本当にね、変な話じゃないですよね、全然ね。 うんただやっぱり下等競争に入っちゃうと5億円は絶対に行かないですよ、うん、だから同じマーケットに飛び込んで決められた予算を分け合うわけですからねでも追随するものがいないような本当に小さなニッチなところに行くとまさにそれはあ独自路線で成功したと言えるんじゃないかなと思いますよねまあ、やっぱね私は吉谷さんみたいなやり方っていうのは 他の人にはできないしできないことを継続してるからそれが参入障壁になってますよね才能も努力もいらない世界ですよそれは才能も努力もいらない3つ目のなん <laughs> だろうねなんだろうねこれはねまさに独自ということなんじゃないかなと思うんですけどねだってこれを真似できる人いますかってことですよここまでさらけ出しているものここまであの単純にやっているものをそれこそ再生数なんてしょぼくてもやっている人 いますかってことなんですよでもそれができちゃうのが我々ですよね誰も参入できないですよこんなの、ね、再生数が上がりませんチャンネル登録が増えませんモチベーションが上がりませんねさよならですよね,ねずっと再生数が1でもいいわけですからこの億万長者合宿は <laughs> チャンネル登録1人でいいわけですから、うん、そんなそんなねやり方でも5億円なんてのはできるという見えてるというね他の人には見えないところがこれが見えてるということが まさに独自が、まあ、独眼隆政宗のこのねあの見抜く目なんじゃないかなと思いますけどもねじゃあ今日も行ってみましょう。